こんにちは。時刻はですね、午前11時5分ぐらいです。僕は今、北陸道の米山インターチェンジから、長岡方面に今国道8号線を走っています。海が綺麗な駅と言われている大三川駅に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この狭いところをどうやら入っていくようですね。ここか。じゃあここ入っていくわ。結構狭いよこれ。ここなんですね。へえ、これ結構なところだね。本当ここに駅があるのかっていう感じで入っていきますね。あ、マジか。割と結構うねうね道路をこう入っていくかなっていう。まあ、また駅近くになったらお知らせしたいと思います。ちょっとで駅の上で鮭の遡上、屋根川っていうものかな、なんかおっさんもいるけど、まあ、無視して、そろそろ駅があるはず。わあ、なんか車来たし。おっと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 、狭いよ狭いよ狭いよ。うわー、何最悪。すごい、これ海水浴場で止まってるな。じゃあしょうがない、ここに止めて歩いていこう。はい、今ですね、129系の11時34分発の長岡行きの列車が行ったところです。まあ、行ったので、じゃあそろそろね、駅の中ね、散策していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。時刻はですね、午前11時35分ぐらいです。今日の駅はですね、こちら信越本線の大見川駅に来てるんですけれども、今日連休中ということでね、すごく、まあ、コロナ禍なんですけど、観光客が多いんで、ちょっと感染に気をつけながらちょっと駅見ていきたいと思います。ちょっとね、先に僕はね、職業上ね、先にワクチン打たせていただいたのでちょっと来てみました。まあ油断せず行きたいと思います。で、ここはなんで有名かっていうと、すごくね、海に近い駅なんですよね、この信越本線で。まああとは釧網線の北浜だったりとか、あとはね、こう下田なんかも有名ですよね。なんか下田に近いなっていうイメージが僕の中ではありますけど、すごく夕日の綺麗な駅なので、本当は夕方来ると良かった。でも天気いいんで、すごく、まあ、今来てもいいかなっていう感じで、すごく観光客今日多いですね。やっぱ有名な駅なんだなっていう感じで、料金表ここにありますんで、今信越本線の大見川駅にいるんで、柏崎近いですね。柏崎まで200円、あとどこでしょうね、あ、長岡ですね。長岡まで770円ですね。はい、あと燕三条まで1170円ということで出てます。あと小出、あ、小出ありますね、1340円と、あとまあ直江津ですね、直江津まで510円ということで、越後ときめき鉄道の料金も載ってるような感じで、ちょっとね、待合室の中に入っていきたいと思いますけど、待合室はシンプルですね。駅寝もできるような感じで、めちゃめちゃ駅寝できますね。まあ、こういうような感じで、で、ワンマン列車が多いと、それとあと無人駅なので、こういう乗車証明書がいつも通りあるような感じ。で、まあ、時刻表なんですけれども、朝すごいですね、直江津方面が1時間に3本あって、まあ、8時台ないですけど、あとは1時間に1本ぐらいのペースで来るような感じで、あと9時台はないですかね、柏崎、長岡方面はね、あとは1時間に1本のペースで来るんで、まあ、非常に来やすいかなと思います。で、ちょっと乗車証明書にちょっともらっておきましょう、まあ、記念にね、大目川ということで来てますんで。で、こちらがですね、駅のホームに今入っていくんで、で、こっちが今1番線の乗り場ですね。信越線の、直江津方面、直江津方面の1番線のホームにいるんで、まあ、2面2線の駅なんで、あっち、そっち、ね、逆側ですね、こっちの方が海に近いんで、それではね、2番ホームに行ってみたいと思います。そこから行けますんで、それでは2番線のホームに来てみました。こちらも信越本線の、柏崎長岡方面乗り場ということで、大海川ということで、右クジラ波、左笠島ということで、こっちクジラ波なので、あれですね、柏崎と長岡方面ですか。で、こっちが笠島なので、こっちが直江津方面ということになりますね。で、ここが、歓迎、シクラ号ということで、シクラ号ってイベント列車でね、有名なんですけど、僕酒飲めないので、まあ乗らないとは思うんですけど、列車の中でね、こう、新潟って日本酒有名じゃないですか。そのなんか日本酒を飲みながら、こう、
列車に乗れるっていうような感じでね、あの日本酒飲まない僕にとってはちょっとあんまり馴染みのない列車かなとは思いますけど、日本一海に近い青梅川駅にようこそということで、まあ海の近い駅だとね、やっぱ釧網線の北浜駅とか、あとは下灘、あと島原鉄道の大岬なんかも駅に近いと思うんですけど、もうなんかね、なんかサーファーっていうか、なんかヨット出してカヌーかな、カヌー乗ったり、なんかヨット出したり、なんか素潜りしたりして、もう泳いでる人たちがたくさんいて、もうテント張ってね見てるような感じですね。さっきそこの階段登ってきましたけれども、こっち先ほどのね一番線の待合室駅舎ですね、大見川駅ということで、なんかプレハブっぽい感じなんですけど、まあ乗ってると。でまあ新潟県の地図があって、今この黄色い点のとこでね、今どこにいるかっていうのがわかるわけなんですけども、日本海ですよね、この黄色い点のところにいるわけです。まああとはまあこんな感じですかね。ただ海がすごく綺麗で、あの夕方に来るとすごくこう夕日が綺麗に見える駅らしいです。まあなんか下田なんかもそうですけど、駅がよく見える駅ということですね。ということでね、ホームから海見た感じですけど、あ、もう暑いんでね、もう夏ですね。皆さん海に来てるような感じで。クジラ波、大見川、勝島ということでね。以上ですね。こちら信越本線の大見川駅でございました。